あなたのワンちゃん、もしかしてこんな症状ありませんか？飼い主さんが気づいてあげたいかかりやすい犬の病気5つをご紹介します。早めに対処すればワンちゃんの辛さも少なく済んで、そして飼い主さんも安心できますよね。まず1つ目が外耳炎。外耳道の皮膚に炎症が起きる、よくある耳のトラブルです。普段と違う匂いがしたり、痒みが原因で頭を振ったり、耳をこうかいたり、耳をこう物にこすりつけたりとかするんですけれども、こういうですね、トイプーちゃんみたいにね、垂れ耳のワンちゃんに多くって、湿度が高い梅雨時期に外耳炎を発症してしまうという子もいます。でトイプードルなど、耳の中にですね、毛が生えてたりするんですよね。この奥の方ですね。ここに、毛が生えてると結構トリミングの時にね、毛をこう取ってくれたりするんですけれども、その時にこの中をですね、傷つけてしまって、そこから外耳炎につながるっていうこともあります。で主な原因というのが真菌、細菌、耳ダニなどによる、寄生要因ですね。あとはアレルギーによる皮膚疾患、あとは虫とか種とか、お散歩の時にですね、耳に異物が入ってしまうことで起きることもあります。あと耳の中にできた腫瘍をこう書き壊してしまうことでね、できた炎症、これも外耳炎になるんですけれども、この場合はなぜその腫瘍ができたのかというのを明らかにする必要があると思います。アトピー性皮膚炎、これは生後6ヶ月から3歳ぐらいまでに発症することが多いんですけれども、かゆみの原因になるアレルギー物質、これはその子によって違いますけれども、ホコリだったりとかね、細菌とか、あと植物、草とか花粉ですね、あと食べ物、昆虫類など多岐にわたります。でこれに過敏な反応を起こして、皮膚全体に慢性的な炎症を起こすという病気なんですが、アレルギー物質が保護機能が下がってしまった皮膚に、あと呼吸器とかを通してですね、体内に入ってしまうということで、過剰な免疫反応、これがかゆみであったり皮膚炎ですが、こういったものが起こると言われています。で炎症を起こした皮膚にさらに感染を起こしてしまうですね、二次感染でかゆみが増していくという場合もあるんですね。アトピー性皮膚炎というのは複雑な要因が重なって起きる病気なので、食事とか行動とか全体を見て対処しないとコントロールが難しいというのと、あとかゆみが元ですごく大きなストレスがかかります。寝不足になってしまって、それが元で免疫が下がってしまってっていうね、悪循環に陥りやすいんですね。また、根治をするという病気ではないので、継続的に治療とかケアができるっていう状況じゃないと続かないんですよね。そのためには飼い主さんも続けられて、かつワンちゃんに負担のない方法を選んでいく必要がありますね。続いて下痢。緊急度の低い下痢っていうのは、血便とか嘔吐などの症状が見られない場合で、食欲や元気はね、いつも通り変わらないということであれば、2、3日様子を見れば自然に治ったりとか、あとはお家で対処できるっていう可能性も高いですね。ただし、血便とか嘔吐を伴う下痢、高い頻度でこう水のようなですね、水溶性の下痢が続く、あとは3日以上下痢が続いているという場合は、緊急性の高い症状であるという場合もあるので、早めに動物病院にかかっていただいた方がいいと思います。あと子犬の頃って、間違ってね、おもちゃとか、あと口の中に何でも入れちゃったりとかするので、そういったものを食べてしまって、それによる消化不良で下痢を起こすということもあると思うんですよね。あと逆にシニア世代以降になると、内臓疾患が元で、例えば胆囊疾患だったりとか膵炎、あと慢性的な難治性腸炎、こういったことでも下痢などの症状が現れることがあります。嘔吐です。犬は人間と比べてよく吐くって言われてますね。体の構造上人間よりも吐きやすいそうなんですが、あんまり頻繁に吐くっていうのはワンちゃんの体への負担とか、やっぱり脱水につながるっていう心配もあります。で吐いてしまう原因は何かなんですよね。飼い主さんが日頃から観察して緊急性の判断に関する基本的な知識、これを持っておくことが必要ですね。1つ目、毛玉を吐いたとき、
これは予防策としてまずはその毛の飲み込みを防ぐことです。定期的にブラッシングをしてあげるとか、お掃除をするとかなんですが、ダブルコートのワンちゃんのいるお宅っていうのはちょっと大変ですよね。やっぱり春夏の寒毛期っていうのはね、特にこまめに掃除機をかけることだったりとか、もうこの時期だけはですね、雑巾でも床をね、こまめに拭くとか、ふわふわな毛の塊というのがお部屋に落ちていないという状況を保つように心がけてください。あと黄色い液体を吐くときもあります。コン君もですね、結構ね、知らない間にいつの間にか黄色い液体を吐いてしまっているっていうことがたまにあるんですけれども、この黄色い液体の正体、これは胆汁です。で、長時間ですね、胃が空っぽになると胆汁がね、胃の方に逆流してしまって、それをこう吐いてしまうということなんですね。で、明け方とか、あと夕方とか、食事の時間が空いてしまうときに起きやすい症状です。で、これ改善策としては、食事の量は変えません。変えずに、回数とか時間帯を調整して、空腹の時間というのを短くするということで、大体解決するんですけれども、吐く頻度とか、それでも吐く量が増えてしまうっていう場合はですね、病院に相談してくださいね。あと透明の液体とか泡を吐く場合もあります。で、これは水とか胃液、あとはもしくは唾液っていう可能性が高いんですけれども、これは基礎疾患がなくっても胃が刺激されてね、吐いちゃうということもあるんですよね。で、ちなみに泡を吐く場合っていうのは、吐き気を感じてるっていうことがその原因の一つなわけですね。で、緊張とか興奮とか精神的な問題が背景にあるという場合もあります。そういった時にはちょっと落ち着けるような状況、環境を作ってあげるということ。あともう一つ、車で移動中に泡吐いちゃうときとかあるんですよね。それだったら乗り物酔いかもしれません。こまめに休憩を取ったりとか、あと以前、私もですね、別の動画でお薬よりも自然に、ワンちゃんの体に負担なく使えるワンちゃんの乗り物酔いにいいハーブっていうのも紹介していますので、ぜひお心当たりがある方はそちらもご覧になってみてください。そして血の混じったものを吐いてしまったとき、これはですね、やっぱり血というのは出血なわけですね。出血してるっていうことは何らかの異常が起きていて危険な状態である可能性もあります。この場合には吐いたものを持ってですね、すぐ動物病院に行ってください。そして、今回挙げた病気の中で実は一番多い病気、それがワンちゃんの歯周病です。3歳以上の犬の 80% が歯周病だって言われてるんですね。犬は虫歯になることよりも歯周病の発生の方がとっても多くって、まずですね、人の口から歯周病菌が移ります。そして、ワンちゃん自身の毎日の歯の汚れによって歯周病になるわけなんですが、お口が臭くなるだけじゃないんですよ。もう悪化するとね、この上の上顎道というところにですね、膿が溜まってきます。で、全身麻酔で抜歯をすることにもなります。で、人と同じようにワンちゃんの歯周病というのは全身疾患の引き金にもなる、実はとっても怖い病気なんですね。で、症状としては、まずお口臭いですよね、口臭です。あとは、口の中を見ると歯茎のところとかもですね、こう赤く腫れ上がっているような状態が見えると思います。あと、今まで食べてたもの、噛めてたものがですね、なんか噛めないみたいっていう風に見えるとき、これは、もう口の中の炎症が進んでいてですね、痛くて噛めないんですね。で、噛めないってことは食べられませんから、当然食欲低下にもつながります。あと、お顔のですね、特にこの目の下、ね、目のこの下の部分、ここがですね、ボコって腫れ上がってくる。これは、膿です。ここの、上の空洞のところにですね、もうどんどん進ん、歯周病が進んでしまって、膿がどんどん溜まっていってですね、ここにボコッと出てくるんですね。
で、口の中をめくってみてみると歯と歯茎の境のところにもうっすら膿が、ね、出てたりするんですね。これも歯周病の仕業です。そしてその膿というのは、お鼻にもねやっぱりつながってますから、鼻水がこう臭い匂いの鼻水が出たりとか、あとはそれを出そうとしてなんかやたらとくしゃみをしているとかね、そういった鼻炎症状を見せることもあります。であともう一つ、ぶつけてもいないのにこの骨が折れることがあります。もうここまで重症化をするとお分かりだと思いますが、もう大手術になってしまうんですね。だからこそそうなってしまう前の早めのケアが必要なんです。まとめです。かかりやすい犬の病気5つ、外耳炎、アトピー性皮膚炎、下痢、嘔吐、歯周病でした。耳の匂いや仕草など普段からワンちゃんの健康時の様子を把握しておくだけでちょっとした変化がすぐにわかると思います。ご飯さえ食べてればね、この子大丈夫だわっていうふうに思わずにですね、保護者という立場でお家で改善できることや方法を知っておくこと、そしていざ病院に行った時にはワンちゃんの症状をきちんと獣医さんに伝えることができるよう、ワンちゃんママさん、ワンちゃんパパさん、病気のサインを見逃さないでいたいものですね。次回もワンちゃんの毎日のヘルスケアに役立つ自然療法をお伝えしていきます。今日の動画が役に立ったなぁと思っていただけた方はグッドボタンを、そして、こんな悩みがあるという方はぜひそのお悩みをコメント欄に気軽に書いてみてください。そしてチャンネル登録もぜひ励みになります。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイ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 。